はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はバレージを使っていきたいと思います。どうも、エルニットです。よろしくお願いします。なぜ今この装備、この装備を選んだかと言いますと、火炎放射器がちょっとね、使いたかったですね。ちょっと重機台アップグレードのブースターでも使っとこうかな。100個待っても使わねえしな。うん。っていうかね、今すっげえお腹痛いの。うん、なんでだろうね。あのさ、今日ずーっとさ、エアコン23度ぐらいの部屋にさ、あのエアコンの真下にずっといたらさ、もうガッタ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 震えるぐらい寒くてさ、うん、でさらにさ、でもそっから出たら暑いじゃん。で、あのお茶とか水とかガンガン飲むじゃん。うん、だから多分ね、お腹冷えちゃったんだろうね。うん、ポンポン冷えちゃったんだろうね。うん、ふっ。ということで、この、フルオートはなんか真ん中、なんか丸いんだね。初めて知った。ほーん。ということで、この間、あの、フルオートの、このスコープ付きを使ってみたら、思いのほかね、使えたんでね。よいしょ。思いのほか使えたんで、まあ、いいかなと思って。この装備なんか歩くの早いけどね、アジリティでもついてんの。あれ、やっぱ強いなセミオートは。ちょっと待って、これさ、何ついてんの。スカベンアジに、あ、やっぱりか、足音ついてないもんね。ナイスだ、ナイス。さっきの俺のは多分立ってりゃ勝った。なんかいるよ、大丈夫。あ、ナイフされてる。全滅。さあ行こうか。まあ開幕で負けててもね、巻き返しはいいんですよ、巻き返しは。うん。って一番最初に死んだ俺が言うんかいって話だけどね。まあまあ許して許してよ。許してよ。頑張るからさ、俺。フルート使えないのに頑張ってるんだ、俺今。アジリティー。アジリティー。ジリティに早い、歩くのが早いよけど、歩くの音しないって言っても結局あの聞こえないわけじゃなくてバレてるからね。正直この状態でもバレてるからね。あれ、俺倒してないの、これ。え、最後の一発持ってかれたパターンのやつか。なるほど。よいしょ、ナイス。よいしょ。え、何やってんの。え、嘘、マジで。マジか。よいしょ、大丈夫かな。おいほーい、よし。まあもうあれだな、使わない、バーストとか。あ、敵かと思った、びっくりした。すっげえびっくりした。今いたよな、そこら辺に。マークされてる、俺だな。ほら、焼けろ。焼けろ。え、何やってんの。あ、ナイスナイス。あ、ナイフ持てなかったパターンのやつね。いや、火炎瓶楽しいな。赤身じゃねえや、火炎射器楽しいな。あんな感じで裏取れるとめちゃくちゃ楽しいな。終わったぜ、行こう。カロンカロン、見っけた。目標をロックオンいたしまして、どうもありがとう。
チリティついてるから裏取りサクサクだね。裏取りサクサク、まあ、アジリティのせいじゃないけど裏取りサクサクだね。よいしょ、この上にいたな一人。もう一回やっちゃおうかな。ナイフ持ってないからな。ナイフ持ってりゃもうちょっとあれなんだろうけど。いた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 。しかし本当自分にも足音聞こえないな。お、これもしかしていけるんじゃない？いけるんじゃない？いけるんじゃない？いや開けろー。あはは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 。人がゴミのように焼けていくぜ。ナイスだ味方。あ、やられてる。申し訳ない。俺ら取ろうと思ったら裏取られたわ逆に。ほら燃えろ。クッ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 ク。敵がゴミのように燃えていく。いやー火炎放射器楽しいな。カンカン、あ味方裏取れてんぞ。それ倒したー。あ、バースト使っちゃった。バースト使っちゃったぜ。バンバン。いや、いいね。味方と挟めたよ。いいよ。うわ、ショットガンとか持ってる。やめてください。やめてくださいよ。ショットガンなんて。そんな怖いものは。やめてください。そんな近距離でやられたら僕死んじゃうじゃないですか。やめてください。やめてください。やめてくださいよ。ナイスですよ。ナイスですよ。見けた。やめてー。やめてって。え、嘘。え、ヨマさん当たらなかったの。うわー、ショックショック。今のショック。助けてくれ、頼む、こっちに来てくれ。プリーズプリーズ。いいか、すっかりありがとう。あ、ありがとう。どこにある。そっか、よいしょ。ちょっと待って、一回治療させて。ちょっとね、部下悪い。抱え直していくから。許して許して。燃えろ。欲しいな。うわー、やられた。頭抜かれちゃったよ。いやー、しかし火炎放射器と火炎瓶で焼き放題だな、これ楽しいな。しかもね、火炎放射器安いんだよね。まだこれだけ買っても600でしょ購入。すげー安いよな。それ考えるとさ、ひどいよね。あれゲームをしてる。あ、してるな。構えろとはしてるわ。いやー楽しいね。あんだけ裏取りできると楽しいね。バジリティにつけてるとやっぱいいな。やっぱ普通普段の歩くスピードよりかなり速いからね。裏取り、向こうの想定してる速度より速い速度では裏取りできるからね。本当にやべ、あそこにいるのか。やべ、これは間違えたな。やべ、二人もいる。無理無理。やべ、そこ見たか。やられた。ショック。ちょっと突っ込みすぎたな。俺火炎放射器なのに。この装備超近距離用だよな。フルオートにミニショに火炎放射器って。まだ一発もミニショってないんだけど大丈夫かな。まあ大丈夫じゃろう、大丈夫じゃろう。ああ火炎放射器であと3人ぐらいやりだろうわ。ほほほほほ。ちょっとね、火炎放射器すっげえ楽しい。ただね、致命的にね、こもられるとどうしようもないパターンだね。特にああいう上にこもられるとね、その厳しさを感じるよね。
よいしょ、走っていこうかな。あ、いないじゃん、もうみんな後ろ下がってったね。燃えろ。うわ、嘘、構えたのに、構えたのに焼けなかった。味方さん頑張れ、あと一人や。俺が焼くはずだったその一人だよ。あと俺が火炎瓶のワンキルを。おお、こっち来た、こっち来たよ。ああやった、やった、相打ちに持ってったぞ。イエーイ、ふぅ、ちょっと復活させて、ありがとう。はい、ということで、今回は、なんだっけ、フルオートスコープ付きほぼ使わず火炎放射器と火炎瓶だけで敵を倒したという動画でした。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。